最近ね、お父さんの膝を叩くんですよ。カリカリしていくんですよ。6月12日金曜日、レッド君です。最近セパレートの服が増えてきたので、ルンパースが可愛く見えます。汗を拭いてるのではありません。食べ物を拭いております。離乳食が終わった後ですね。だいぶ散らかしてくれました。グリーン、グリーン結構綺麗に食べた。あ、本当？髪の毛あんまつかないかな、グリーン。そうだね。ね、顔もあんまりこすらなかったからか、赤みが少ないです。ちゅうちゅう拭いてますからね。ね、こまめに拭いてますから、うん、わらわら赤ちゃんが来ます。どうしたの？お昼寝しましょう。行っちゃった。全然寝る気配がないですね。うわ、寄ってきた。今パパが離乳食やってくれてるからね。待ってお兄。実はね、君たちちょっとね、抜け出しそうになったんだよね、歩行器からね。だからちょっと高さ調整ができるやつなので1段階上げてみましたよ。君たち一番ちっちゃいやつでやってたもんね、今までね。でも次の段階でもちゃんとグリーンさんで足がついているから、入れても大丈夫だね。うん、楽しそうで何より。後でまた歯見せてね。君もだよ、ちゃんと歯見せてね。はい、どうぞ。おいしい。じゃあレッドさん、レッドさん、歩行器をね、そこを大事るのも危ないんですよ。はい、なんで食べていいんじゃん。ちょっとグリーンさん、じゃあ、はい、それでもうおしまいだよ。うん、うん、ほら、もうおしまい、おしまいです。ちょっとレッドさん話そうか。はい、ごちそうさま。どうしたの？膝叩いて。最近ね、お父さんの膝叩くんですよ。カリカリしていくんですよ。髪の毛なんか映像で見ると黒いな。すごい分かるぞ。キューティクルがすごい。あれ、なんかインジェルリング、半沢直樹じゃなくて、なんだっけ、リーガルハイのコミカドさんみたいな。世間的には半沢直樹の方が有名なのかしら。私はリーガルハイの方が好きだけど。眠くなったかな。眠いな、ありゃ。ね。